ドーティを着用したインド人男性たちドーティは、インドのヒンドゥー教徒男性が着用する腰布の一種。巻きスカートのように腰に巻きつけるだけの場合もあるが、カッチャ式と呼ばれる股の間に布を通して動きやすくした着方も好まれる。着装に書いたのは股下を通す場合の着方である。着用すると大体その上からくるぶしまでの竹となる。着用者の体型にもよるが、 縦に約120センチ、横に約420センチほどの幅がある、縫い目の内長方形の白い木綿の布である。ヒンドゥー教徒にとっては、縫い目や立ち落としのない布が正常とされるため、布をついで使わない。これは、ヒンドゥー教の行者にとっても同じで、修行意として、乱ティと呼ばれる一枚布のふんどしを用いる。この場合、また下に布を通すことで金欲を表現している。 ヒンドゥー教徒にとってラタイは神聖なものでラタイを晒すことは恥とはしなかった。上着を着用するようになったのはイスラム教の影響である。17世紀以降上着が用いられるようになり現在ではクルトという丸首のシャツや西洋風のシャツと併用される。自分から見て布の左端から大体4分の1程度の部分を腰に当て腰幅に当たる。 左右の折り耳を積んで腰の前で結ぶ。左の結び余りの布部分を足の間に通し背中側で折りたたんで後ろ腰に挟む。右の結び余りの布部分を左端に余りを取ってから5段に折りたたみ、たたんだ部分は結び目を隠すようにしてその下あたりに挟む。だを取った余りは左腰を通って腰を一周させ締めて完成。田中千代。 世界の民族衣装装い方の知恵を探る平凡者、ありがとうございます。